きみのりちゃん、みのりんです。せーの、みのりん、ありがとうございます。いやー、みのりんはね、もう紹介するまでもありませんが、20歳の頃から歯科衛生士として働いて、もう美しすぎる歯科衛生士ということで衝撃のデビューを果たされました。で、今年はね、ゼントスイーティーズのメンバー、2023年はゼントスイーティーズのメンバーとして輝いていましたが、今シーズンはですね、キーパーセルモ、キーパーエンジェルス、そして妖精さんのようなこの素敵な衣装でハイサーキットを羽ばたいております。まあ、そんなみのり、昨年からですね、実は初主演映画さよならは5月の風のように撮影を、ね、重ねてまいりましたが、いよいよこちらの初主演映画完成いたしまして、今ですね、なんと先行上映会というのを開催しております。で、ね、10月12月にも開催予定ということです。9月にもあるのかな。ぜひ、ね、皆さん、みのりの SNS などをチェックいたしまして、この、ね、初主演の映画楽しみになさっていただければと思います。そんなみのり、まあ、K-1 ガールズとしてもご活躍されておりますし、一個ですね、皆さんにアピールしたいのが、オートサロン2025イメージガール A クラスにも、ね、就任いたしました。